こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら GP ライドウォッチ08ネクロムライドウォッチです。はい、GP ライドウォッチも08弾になりまして、第3弾ぐらいから、僕はガシャパンのマシンのところで回しに行っている動画を撮ってましたが、ちょっと今回ね、年末で忙しくてですね、行っている時間がなくてメルカリの方で買いました。メルカリを初めて使いまして、使ったことなかったんですけど、登録だけはしてあったんで、まあ、いつ使おうかと考えていたら、メルカリの方からね、1000ポイント使えるよみたいなお知らせが来ましてね。で、その1000ポイントを使ってですね、これと、あとこのタンク、これを一緒にね、出してる方がいたんで、これを買いました。めっちゃ安くね、買いました。で、GP ライドウォッチ08は、クーガライドウォッチ、ローグライドウォッチ、ネクロムライドウォッチ、ビルドタンクタンクフォームライドウォッチ、クーガライドウォッチキラキラミッキーバージョン、ローグライドウォッチキラキラミッキーバージョンと、ネクロムライドウォッチとビルドタンクタンクフォームのライドウォッチがね、ガシャポンオリジナルで、で、僕クーガのライドウォッチは持ってなくて、ローグのライドウォッチがですね、ここで再録で、で、しかも、キラキラミッキーバージョンとかもあって、なぜだろうと思ってるんですけど。まあ、ローグのライドウォッチは持ってますんで、ちょっとこれ回しに行くとね、被りが多く出るんじゃないかと思ったんで、まあ今回ね、まあ忙しいのもあって回しに行かなかったんですけども。まあ、とりあえずこのタンクタンクとネクロム。まあ、あとクーガの方はね、まあ、食玩でも出てますし、まあ GP、まあね、できれば GP のが欲しいんですけど、ぶっ飛ばソウルに使えるんでね。GP がまあ、ヤフオクとかね、メルカリとかで安く出てたら、まあ買って、まあクーガなんでね、デラックス版は買ってもいいんですけども。まあちょっとクーガの方はね、もうちょっと待ってみようかと思います。はい、ということで今回はネクロムのライドウォッチ。仮面ライダーゴーストの3号ライダーですね。はい、色は白と、黄緑。なんかネギみたいですね。では、自転シートを抜いて、ライドウォッチモード。ライドウォッチ、はい、横のボタンを押すと、4つの音声が鳴ります。ネクロム。ガンマの世界を攻めるライダーは、ネクロムだ。はい、ということで、メガウルオーダーのね、変身音が鳴りました。そして、まあ、必殺技はゴーストもスペクターもネクロムも同じオメガでしたね。はい、では時空ドライバーで音声確認をしてみます。アーバータイム。レンガーネクロム。
はい、ということで今回は GP ライドウォッチ08ネクロムライドウォッチをご紹介しました。まあゴーストもねちょっと懐かしいなと思いますけども、最近僕 V シネの仮面ライダーゴーストのね仮面ライダースペクターを見たんですけども、まあ内容としてはガンマ世界の空がずっと赤くなってたんですけど、それをね青い空にしようと、まあネクロムのアランが戦闘を切ってね、まあ、誠たちとカノンとかもねいて、で明かりがその辺の研究をやって、でその研究したものをガンマ世界に持ち込んで、空を青くしようとしていたんですが、というね話になってましたが、かなりね、面白くてね、もうずっと釘付けで見てましたね。はい、でそこで誠兄ちゃんが新スペクターになって、でアランの方はネクロムの友情バーストというねフォームになったんですけども、まあ新スペクターのゴーストアイコンが発売されていますが、友情バーストのアイコンというのはね、このネクロムのこのアイコンがパワーアップしたような、ネクロムのアイコンに闘魂ブーストをねプラスしたような感じだったんですけどもね、それは発売されないのかなっていうね感じなんですけどもね、まあいつかやってほしいですね。あの映画版のダークネクロムの3人ありましたが、あとアランのお姉さんが変身するピンクのねネクロムっていうのもいましたが、まあ、その辺ねまるっと一斉にセットでね発売されてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ出るとしたらプレ版だと思いますけども、ちょっとプレ版のアンケートにでも書きたいですね。はい、ということで以上トイズガオでした。ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。